ベレーザに対しても私は会長として日本のサッカー界を支え続ける存在となるべく、これからこれまで以上力を注いでいきたいと考えています。今東京ベルリンに関わる全ての方々が断固たる決意を持って来シーズンから始まる新生東京ベルリンにどうぞ力強いご声援ください。よろしくお願いします。最初に今年度、J1 復帰ということで目標を持って戦ってきましたけれども、残念ながらその目標を果たせなかったことをお詫びいたします。ただ選手たちは51試合最後の最後まで全力を尽くして戦いました。それぞれの力をより引き出せるようお互いがお互いを意識してプレーできたことは、今後ヴェルディが強くなってくれても非常に必要なことだと思っています。それを引き出せた要因の一つはここにいるサポーターの方々たちの力だと思っています。苦しい状況の中でいつも我々にパワーをくれるサポーターの方たちの力なしでは、強いヴェルディというのは作り上げていくことはできません。今年度最後にヴェルディを去る者もおりますけれども、来年度新生ヴェルディとしてより強いヴェルディを作るために皆さんの力を貸してください。1年間ありがとうございました。みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。